どうも、ともえんテニスチャンネルともえんです。 MJ です。はい、今回はバボラの人気機種3種類を打ち比べていきたいと思います。お願いします。はい、もうバボラといえばこの3つ。はい、はい、MJ 何ですか？ピュアアエロ、はい、ピュアストライク、はい、ピュアドライブですね。でも皆さんご存知だと思います。はい、はい、どこのコート行っても一人は使っているピュアドライブ、うん、ピュアドライブね。ね、この大衆向けナンバーワンみたいなラケットですから、黄金スペックといえばみたいな。そうですよね、感じですよね。はい、でもナダル様が使ってますからね。ピュアアエロね。そうですよね。まあまあこの2機種はもう非常に人気というか、人気ですね。大ベストセラーというか、ね、そうですね。はい、そこからちょっと打ち込んでいこうみたいな人は、うん、ストライクに行くんじゃないかなと思うので、ね、はい、この3つね打ち比べていきたいと思います。はい、全然違うと思うんでね。はい、お願いします。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ありがとうございました。バボラ人気の3機種ということでストロークやっていきました。はい、まあ、今回ね、ブラストを全部48ポンドで貼らせてもらいました。はい、はい、ブラストらしい打球感でやってたんですが、はい、はい、まあ、正直な話、僕意外とまあ好きなのはストライクでしたね。おストライク、はい、はい、あのストロークどうかな思ったんですけど、この3本に比べると、まあ、正直ねちょっとアエロと悩みました。全然打球感違うんですよ。ちょっと乾いた感じの打球感がアエロで、ボンとちょっとね重みのある打球感がストライクなんですけど、うん、それに比べてねピュアドラっていうのはね、なんかちょっと今回よくわかんない打球感でしたね。特にストローク、うん、はい、なんかもっとなんやろ、気持ちよく飛んでくれるみたいな感じだったんですけど、で操作性ももっといいようなイメージだったんですけど、なんか全体的に今日は僕の体の調子が悪かったのか、なんかバランスがちょっと取れてなかったですね。ラケット自体のバランス悪いなって感じのなんかこうラケットワークでした。はい、その点比べるとアエロとストライクっていうのは今回の僕の今日の体には合ってたんじゃないかなと思いますね。まあ、完全にスピンかけるタイプ、うん、正直ストライクはどのタイプか今まだ分かってないです、うん、でもまあなんかコントロールしやすいですね、ストロークは、あ、ストライクは、うん、コントロールしやすくてスピンがかけやすいっていう2種類かなと僕は思いましたね。はい、僕ストロークそんな感じです。はい、はい、難しいな。僕は一番はピュアアエロかな。ピュアアエロ、はい、うん、いや分かりますよ、ピュアアエロ。まあなんかそうっすね、こうコントロールとパワーが割と両立してる感じがしたんで、うん、僕の中で、まあ、もちろんスピンをかけるかかってくれるっていうのもあるんですけど、うん、例えばピュアドライブは、まあ、もちろん飛ぶんですけど、はい、飛びすぎたりなんかこうコントロールがなんかいまいちやったんですよ、うん、僕の中で、うん、でピュアドライブが良かった時って打球感ちょっとピュアアエロに似てたんですよ。あ、ちょっとだけ、はいはい、ちょっと乾いた、うん、パーンっていう感じがちょっとこうドシッとくる感覚にが増えたような気がしたんですよ、うんうんうん、新しいピュアドライブって、うん、2、3個前ぐらいのテカってた時のピュアドライブは、はいはいはい、結構ね好きやったんですけど、はい、そうですね、うん、こう水色のやつあるじゃないですか、はい、ドラえもんとか、はい、ありましたね。あそこあたりからねちょっと僕あんまり好きじゃなくなっちゃって、怪しなってきましたね。そうなんですよね。ユーザーもなんかちょっと減った気が、うん、そうなんですよね。ですのでそこからあんま好きじゃなくなって、うん、で、まあ、ピュアアエロは逆に最近になればなるほど結構、まあ、ちょっとこのモデルから硬さがちょっと増えて、硬さが出ましたね、増えたんですけど、まあ、コントロールしやすくなったかなと思うんで、うんうん、結構好きかなと思います、ね、うんうん、ピュアストライクはまあフラット系かな、どっちかというと、うん、スピンもかかるんですけど、でもやっぱりアシストっていう面考えたらピュアアエロかなって感じ、うん、なるほど、はい、次ボレーです、はい、ボレーはね、まあちょっと飛ぶっていうのもあって、僕意外とまあピュアドライブ意外とボレーしやすかったです、うん、なんかストロークはすっごい残念な感じだったんですけど、ボレーにおいては結構こうまあ扱いやすいかなみたいな。でもやっぱりラケットのこの出るバランス感が僕の中ではやっぱりちょっとコントロール力に欠ける、コントロールしにくくなってくるなっていうのがあったんで、うん、まあパワーはやっぱ出るかな、コントロールはしにくいかなっていうラケットでしたね。はい、もうボレーは一択です。僕ストライクでした、うん、はい、ストライクは本当にボレー打ちやすいです、うん、もう何のブレも感じない、
ね、なんかなんだろうね、まあピュアエロも結構ねその分硬さがある分そこは確かにあのやりやすいのかなと思うんですけど、ちょっとねここが太いじゃないですか、うん、でここ細いんですよ、うん、ね、僕それのパターンはちょっとなんかねブレやすいイメージを持っちゃうんですよ。単にはもう頭の中でそう思ってるだけなんですけど、実際はどうかわからないですけど、だからちょっとしにくいなって、やっぱりストローク寄りのラケットなのかなと思うので、その点やっぱり僕はイメージの中ではやっぱストライクがボレーはしやすかったかな、まあ、実際本当ラケットワークがめちゃくちゃしやすいんでストライクは、なので僕はもうストライク一択になりますね。はい、はい、その次はまあピュアアイロンかなって感じです。はい、そんな感じ。僕はピュアストライクは、まあ、コントロールは一番しやすい方ですね、うん、あのなんかちょっと乗せてとか、うん、スライスちょっとかけてとか、うん、柔らかくいくのはやりやすかったですね、うんうん、パーンってこう弾いてパワー出すポーチボレーとか、うん、そういうのもピュアアイロが、はい、一番しやすかったですね。ピュアアイロ、まあ、僕はここが太いっていうのは、うん、スロートの部分が太いっていうのは、はい、結構安定するっていう感覚になるんですよ、うん、僕のイメージはね、うんうん、だから結構面ブレとかはそんな感じなかったんで、うんうん、ただまあ弾くんでパンとなんかちょっとこう柔らかく乗せたりするのがちょっと難しいって感じるかもしれないですね、うんうん、弾きはめっちゃいいっすね。そうですね、パワーは出るパンとね。そうですね、うん、弾きはむちゃくちゃ本当にいいですね、うん、はい、で最後ねサーブもやっていきましたが、やっぱりピュアストライクって先重いです、ね、僕は重たく感じました。思いますか、先が重いっていうか回る、スライスサーブ打った時にでしょって回るでしょ、いやもう異常に左行きました。あでしょ、なんかね修正できへんくらい左に行ったんですよ、うん、あこれか MJ が言ってた先重い感じみたいな、うんうん、先が重いっていうか、重いじゃないな、先が出る出る出る、先が先回りすぎるというか、うん、そう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 、うん、ってめっちゃ感じましたね、うんうん、絶対このなんかタイヤみたいな加工されてるからっすよ。タイヤみたいな加工って何、タイヤ加工されてる、あこのグロメットがタイヤ加工されてる、タイヤ加工されてる、これの空気抵抗がどうだろう、これないっすもん。そうなんですね、あないないない、あそこでそういうこと、いやと思いますよ、いやと思いますね、わかんないですけど、はい、はい、ちょっと異常に僕はこれはねストライクの場合はスライスサーブとかスピンサーブで感じたんで、一瞬慣れが必要かも、慣れが必要ですね、コントロールでね、そうですね、はい、あとの2本はね別にね 今まで通りのこの感覚でできたんですけど、うん、ピュアストライクだけはちょっとそこねお伝えしておきたいなと僕は思いましたね、うん、はい、まあそれといってあとなんか、フラットとかで差があるかって言ったら、まあなんかもう個々の打球感の違いぐらいですね。なんかめっちゃサーブが速くなるラケットはこれですとか、めっちゃ回転かかるラケットはこれですとかいうのはあんまなかったかなと思います。はい、まあそうですねサーブってやっぱどれも真ん中かもしくはちょい上ぐらいにもう当てれるじゃないですか。当てれる、はい、だからどれもやっぱりバボラ系なんでパワーは出ます、うん、出るし回転もかかります、うん、まあ、その中でピュアストライクはまあちょっとコントロール系というか、でもまあ先が回ったんで慣れは必要かもしれないですけど、うん、ってなるとかなと。パワーが僕がいっちゃん感じたのはまあサーブに関してはピュアドラスカですよね、うん、ピュアドラが一番まあゾーンっていきますけど、うんうん、でもなんかバランス取れてるのは僕はピュアアイロやったんで、この中でね、一番ね、はい、まあ、サーブは唯一ピュアドライブかなって感じですね。ってことは総合的に見るとちょっと僕と分かれますね。僕はピュアストライクなんです、うん、僕はピュアアイロですね、はい、うん、僕もこっちは思ったんですけどね、うん、ピュアアイロは思ったんですけど、なんか今日ちょっと硬さを感じましたね。まあ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 確かに硬さっていうか、うん、僕は嫌いじゃない硬さなんでね、うんうん、カーンって、はい、別にその飛ばへん硬さじゃないじゃないですか、うんうん、鈍い硬さじゃないんで、うん、それはその分飛んでくれるから、うん、まあええかなっていう。そうやね、うん、飛んでくれるけど音硬いんですよ、うん、そうですね、この感じですよね、うん、ヘッドでいうラジカルみたいな。あー分かりやすい分かりやすいちょっと、ね、確かに確かに、うんうん、別に飛んでなくはないんですよ。でもそうそうそう、音が高めの音っていう感じ、うんうん、そうですね、うんうん、なんかこの2本を打ち比べてほしいですよね。逆っすね、ピュアストライクちょっと低めじゃないですか音、はい、低く、うん、もう音の違いがありすぎて、うん、違いますね、うん、これギュッと詰まってるしかな、ガットが。いやどうなんでしょうね、こうなんかストライクはほんとバボラっぽくないんですよね、うん、僕の中で。まあそうですね、うん、まあここ側を見てもらったらね、もうバボラといえばここがやっぱ太いっていうイメージですけど、確かに確かに、しっかりしてるというやっぱ結構細いんでね。そうですね、うん、はい、もう全然違うのが2種類の、多分ここの太さのラケットのしなりとかあるんでしょうね。あ、うん、かもしれないですね、確かに確かに。
はい、まあこんな感じで、はい、一番王道ピアドライブ結構置いてましたけど、はい、はい、僕らはこのちょっとアエロピアストライクが結構気に入ったんで、はい、皆さんももしねバボラで使ってもらうってなったら、まあ当然3種類使ってもらうのがいいと思うんですけど、この2種類ぜひね、うん、はい、打ち比べてもらったら違いが分かると思うんで、うん、はい、その中で真ん中にピュアドライブパワー系があると思ってもらったらいいかなと思います。はい、はい、ではこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。